彼じゃない、これは奥さんから聞いたんですけれど、毎日のようにある日を境に彼の自宅の家の庭にですね、サギが飛んでくるようになったんですよ。で、最初は毎日じゃなかったんだけど、水を飲みに来る。で、見てたらね、何回も来るようになって、ここでね、サギをね、その主人公の相手役にしようとどうやら考えたみたいですね。宮崎駿はこの作品をやるにあたってね、僕に教えてくれたの1個だけです。で、それは何かって言ったら、自伝をやる、自分についての物語を描くんだと。そしたら、どういうことかって言ったら、自分が生まれて、そして今日どうあるのか、で、その間に出会った人を描く、多分そういうことだったんですよ。そしたらね、どっかで僕だって思いますよね。必然的に僕はどっかで出てくるのかなと。でも、まさかこんなに大きく扱われるとは思わなかったし、彼の観察力に驚きましたね。分かってたんですよ。分かってたっていうのはね、そのアオサギが、要するにサギ男が、モデルが僕であること。そして何に驚いたかと言ったら、ね、まあ、分かってたくせに驚いたのが驚くんですけれど、主人公真人とこのアオサギの やり取り、まあ、普段の宮崎駿と僕の会話が随分取り入れられてたんですよ。しかもそれがね、タイミングよくね、描かれてたんで、自分を客観的に見ることにもなりました。そういう意味でも面白かったですね。第1位、なんで僕が取り入れなきゃいけないんだと思いました。その前にね、映画を公開したら、まあ何しろ10年ぶりの新作でしょ。そしたらお客さんがね、映画館にいっぱい来てくれちゃったんですよね。だから多分皆さんが喜んでくれたんじゃないか、まず最初にそう思いました。そしてその後、日本ではですよ、いろんなね、意見がネットに出始めて、でそこに書かれてたのはね、もう一回見なきゃ、もう一回見なきゃの連続だったんですよ。どうやら一回見ただけでは、ね、全部がわからない、あ、わからないんだと思って、まあ、お客さんどんどんこれだと来ちゃうなと思ったことは確かです。で、なんだかって言ったら、やっぱり皆さん、いろんな人がね、僕らが声かける以前にね、いろんな人がやりたいっていうことがね、声が上がって集まってきてくれましたね、自然と。やっぱり10年ぶりの宮崎作品、それが大きかったんじゃないですかね。宮崎にがね、いつもとちょっと違ってましたね。というのは、いつもだと宮崎駿ってもっとしね、なんて言うんだろう、朝から晩まで机の前に座って絵を描きまくるんですよ。ところが、そして一種神経質。ところが今回はね、なんかスタッフとなんかいろんな、なんだろう、コミュニケーションを交わしながら笑顔を絶やさないで、僕は手書きで作ろうが、コンピューターで作ろうがね、なんて言うんだろう、結局根っこには絵心がなきゃいいものはできない。これはまず僕の基本的な考え方なんですけれど、ただこれは CG にしかできない、これは手書きにしかできないっていうね、そういう領域があるんですよ。だから、まあ、分かりやすく言っちゃえば、今回だとその鳥の中から人間が出てくる、これってね、実は手でしか描けない、実は CG ではできないやり方なんですよ。だからそれぞれ違う発展を僕はしていくんじゃないかなって思う。すごく嬉しいですよね、まず第一に。で、その理由をね、いろんな人に聞かれるんですけれど、結局僕が思うのは、人間への信頼があるだと思ってるんですけどね、僕は。実は昨日まで一緒に旅行してました。もう大変でした。朝から晩までずっと喋り詰めで、夜も寝かせてくれないんです。おかげで今日僕は疲れてます。もうダメだ、私歩くようにはできてねえんです。